こんにちは、土の子です。今日は7月6日バチトレールセンター練習台は動物の森の深海魚な、まあ魚台ですね。南奥へようこそっす。じゃあ練習スタート。これね、教えてもらったんですけど、一番左上のガラガラっていう魚をね、押し込んだらかなりいっぱい取れるよということなんで、それをね実践してみようかなと思います。いい感じでね、崩れてくれたら多分いけるでしょう。いきます、せーの、ほい。あ、大丈夫かな。なに？あれあれそうだな、とりあえずガラガラを掴んで、アンコあたりも移動したら落ちてくれるんじゃないかな。やっぱりガラガラ掴む感じでいきましょうか。せーの、はい。ダメ。あー、バランスいいね。これででもアンコを掴んだら大丈夫じゃない？行ってくれ。全然うまくいかない。なんだよこれ。うわ、完全に詰まりましたね。いや、今日はかなりね取れる練習台のはずなんですが、僕はどうも苦手なようです。ダメなの？もう完全に詰まりましたね。ダメだ今日は。でもね、ガラガラ狙って、うまくいったらこうボンボン取れるみたいですよ。失敗しちゃいましたけど。失敗の仕方がひどすぎる。さあ今日はこの果物台やりましょうか。まずはね、やっぱりメロンを引き抜くのが先決かな。あそこはどうしてもね取らないといけない場所だし、スイカが邪魔ですし、スイカは先に取れないしっていう感じで、メロンをまず先に引き抜くのが正解なんじゃないかなと思います。多分バッチは取れないけどね。行きましょう。よいしょ。あー大丈夫かな。あーおーっと、なるほど、取れましたね。3個取れたか。こっからどうしようかな。はい、桃とマンゴーとブドウが取れました。じゃあね、今日も課金していきましょう。いっちゃうよ。そうだな、どこを狙おうかちょっとずっと迷ってたんですが、スイカの一番上あたりを左アームで刺して、パパイヤを引き、パパイヤを押すみたいな感じがいいのかな。ちょっとやってみましょう。はい、パパイヤ出てくれるかな。あ、持ち上げていってくれ。よし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 、いい感じじゃないでしょうか。これ掴めるでしょう。すごいツルツルしてるけど、夕張メロンが。これは全体を掴んだ方がいいかな。いけ、お、いいんじゃない。これがっちり挟んだでしょ。やりました、3手コンプですね。よし、じゃあ今日はこれコンプしていきましょうか。まずはね、右側ちょっと綺麗にしなきゃいけないと思うので、ここら辺にアームを当てたらどうかな。うん、あ、ひっついたね。さすが昆虫、ひっつくぜ。そして右側から取っていきましょう。ここは欲張らずに。あっ、あー、ちょっとのミスが大ミスになってしまった。うわ、3プレー使ってこれ取れなかったら恥ずかしいな。もうね、左右にばらけるのが目に見えてるけど、もう狙うしかないね。
狙っちゃう。えい、行ってくれ、頼む頼む、行ってくれ。おほほ、やった、あーよかった、狙ってよかった。はい、コンプできましたね。はい、今日はね、果物と昆虫をねゲットしたんですが、これ面白いですね。果物にこう昆虫たちが集まってるみたいになってます。はい、ゲットできました。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。静江さんが暗い森の中で迷子に、役場はどっちっすか。少ないバッチで雰囲気出てるっすね。肝試しっぽくも見えるっす。あー、かわいいですね。これあれだね、戦隊もののやつだね。ほんとだね、真っ黒の背景に木が生い茂ってて、何かがねこっそり出てる感じがする。またね、これ何にも出てないのが恐怖をね、あの恐怖を演出してますよね。しずえさん本当に怖そう。エメラルドスプラッシュ、このデコに足りない重要なピース、それはサクランボのバッチだ。ちょっと待って、ちょっと意味が分かんないけど、多分何かネタがあるんでしょうね。あー、でも綺麗だな。エメラルドスプラッシュって誰の技だっけ、全然分かんないや。でもなんかゲームのね雰囲気出てますね。ちょっとね、僕にはネタが分かりませんでした。はい、今日はねこんな感じで終わろうと思います。今日はね、練習台が教えてもらってにもかかわらず、大失敗してね6枚しか取れず、でもね本番台は、フルーツの台が3手、そしてね海苔巻きの台もコンプできたので、まあ良かったんじゃないかなと思います。またね、明日もちょっとずつコンプしようと思うんで、よかったらねまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。